V90S ボルボ V90 は、スウェーデンの自動車メーカー、ボルボカーズが製造、販売している、ステーションワゴンである。ボルボ900シリーズの後継にあたるが、実質は、マイナーチェンジであり、内外装とも変化は少ない。ボルボらしい、直線基調のスクエアなデザインが継承され、内装には、木目パネルや、パワーシート、ホンガーシートも用意された。 ボルボは安全性を追求してきたメーカーであるだけに、エアバッグは、運転席、助手席用に加え、サイドエアバッグも装備する。初代 V90 の製造販売期間は、1996年から1998年までの2年間、のみである。日本における発売年月、期間は、1997年2月から1998年12月まで。エンジンラインナップは、 2.5リットルと2.9リットル直列エンジン。10.15モード燃費は 7.1kmL となっている。97年2月発売モデルからの新車価格は550万円から600万円と比較的割安な値段で販売されていた。2017年2月、V70 の後継車種として20年ぶりに社名が復活。 今回は SUV モデルのボルボ XC90 のデザインを踏襲して作られた。デザインは新世代ボルボを象徴させるトールハンマーをモチーフにしたデータイムランニングライト、テールゲートに回り込まされたリアコンビネーションランプなど精確な仕上がりになっている。D ピラーを比較的寝かせたデザインになっているため実際より長くゆったりと見えるようになっている。SPA を軸に パワートレーンは最新世代ドライブ E に乗っ取り共通仕様である2リットル直列4気筒 d o HC。日本仕様では下級圧などの違いによりガソリンエンジンの T5、T6、ディーゼルエンジンの T4、プラグインハイブリッドの T8 ツインエンジンをラインナップする。出力はそれぞれ T5 が 254PS、350 n m メートル。 T6 が 310PS400 ナノメートル、D4 が 190PS400 ナノメートルとなっている。安全面では90シリーズ及び XC60 で採用された最新で高度なドライバーサポートシステムは16種類以上の先進安全運転支援機能インテリセーフを標準装備。ありがとうございます。